ヘンリー・ライスの大理石像ヘンリー・モーアー・ライスはアメリカ合衆国の政治家でありミネソタ州選出のアメリカ合衆国上院議員である。ライスは1816年11月29日にバーモント州ウェイツフィールドで生まれた。ライスがまだ幼い時に父が死んだために友人と生活した。初等教育を終えた後は2年間法律を勉強した。 18歳の時に、ミシガン州でトロイトに移転し、スペリオル湖とヒューロン湖の間、スーセントマリーの早瀬付近で運河の経路を測量する仕事に参加した。1839年、現在のミネソタ州ミネアポリスに近いスネリング砦で仕事に就いた。その後、ホーチャンク族やチペは族インディアンとの毛皮公易業者となり、著名で影響力ある地位を確保した。 ライスはインディアンに信用され、1847年にはアメリカ合衆国がオジブワ族インディアンと条約を交渉するときの主導者になった。ライスはミネソタ巡州を設立するためのロビー活動を行い、1853年3月4日から1857年3月3日までアメリカ合衆国議会に巡州から派遣される大議員を務めた。 ミネソタを州に昇格させるために、ライスが起草したミネソタ州権限付与法が1857年2月26日にアメリカ合衆国議会で成立した。1858年、ライスは民主党員としてアメリカ合衆国上院議員に選出された。ライスは1858年5月11日の ミネソタ州省核から1863年3月3日まで上院議員を務めた。この期間はアメリカ合衆国議会第35期から第37期に相当する。1862年の再選の時には候補者にならなかった。1865年のミネソタ州知事選挙に出馬したが落選した。 ライスは1851年から1859年までミネソタ大学理事会の理事を務め、またミネソタ歴史協会の会長を務めた。1887年から1888年にはアメリカが州国コミッショナーとしてインディアンとの条約交渉を続けた。ライスはテキサス州サンアントニオを訪れていた1894年1月15日に死去した。 1916年、ミネソタ州は州に割り当てられた2体の彫像の一つとして、ワシントン DC アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホールコレクションにライスの大理石像を寄贈した。ミネソタ州ライス軍はライスにちなんで名付けられた。ライスの弟、エドマンド・ライスはアメリカ合衆国会議員を務めた。ライスの6代前の先祖は移民のエドマンド・ライスである。 その家系は以下の通りである。ありがとうございます。